このお寿司の名前は何にしますか。お寿司の名前は白と黒とのコントラストル、コントラストル。思わず手が伸びてしまうような親しみの込められた、やっぱ中年の方が頼みやすい感じにしたいな。名前は中年の方に受けがいいから、やっぱりイカ寿司はもっとお客様のことを考えて注文しやすいような名前ですよ。これバカ売れです。光と闇ください。名前を考えよう。みんな光と闇に続いて、なんだこれは。あ、わかったわ、わかったわかったわかった、これですね。いや、もうシンプルな贅沢な肉、これぐらいシンプルで、いや、ちょっともっとシンプルな方がいいな。贅沢な肉じゃちょっと長い、ちょっと略して、よし、これでいきます。なんで梅とあんこといちごだよ。何か問題ある？え、それぞれの名前を取っただけなんだけど、なんか問題あるかな。ちょっと違うか、何がいいのよ。だから当初の本来の名称としては、梅あんこいちごしか勝たん軍艦、梅あんこいちごしか勝たん軍艦だったんだけど、まあ、つまりこうだね。梅あんこ、いちごしか勝たん、しか勝たない、勝たない軍艦ね、本来なら名前はね。でもこれ長すぎるからちょっと短縮してって、こう、だからメンチカツ軍艦でいいかい。